2002年世界フィギュアスケート選手権大会、今日は大会5日目を迎えました。今日は女子シングルのショートプログラム、そしてアイスダンスはファイナルのフリーダンスが行われます。昨夜は本田の活躍で男子シングル日本に25年ぶりのメダリスト誕生という大きなニュースに沸いた長野 M ウェーブから今日もお伝えしてまいります。今日解説をお願いしておりますのは、日本選手権男子シングル4連覇、そしてサラエボオリンピック代表おなじみの小川勝さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本田が待望のメダル獲得、ずいぶん興奮しました。そうですね、もう最終組の最後の滑走者まで、どのメダルの色になるかもう不安でしたけどもね、地元でいかんなく実力を発揮してくれましたね。そうですね、このフィギュアの世界選手権は日本開催の大会はメダルに縁がありまして、はい、77年佐野実さんが3位、それから94年の幕張大会は佐藤由香さんが金メダル、そして今回は本田の銅メダルと、これはもう本当にこう日本開催が何かメダルを呼び込んでいるような大会になったんですが。そうですね、今日の女子もですね、はい、もうすでにあの初日で、予選で鶴見さんに、B グループの予選で恩田さん3位と、はい、本当にメダルに近いですからね、頑張ってほしいですね。そうですね、今日もこの2人最終グループで滑ります。さあそれではショートプログラム第4グループの演技からご覧いただきましょう。19番エレーナ・ディアシェンコさん、ウクライナ。 On the ice, representing Ukraine, Elena Liashenko。第4グループ最初の選手はウクライナのエレーナ・リアシェンコです。この人もソルトレークオリンピックからこの世界選手権に参りました。予選のフリー B 組で4位という成績が残っています。映画ショコラのサウンドトラック版に乗ってこのショートプログラムの演技です。コンビネーションジャンプ素晴らしいですね。トリプルルッツからダブルトーループのコンビネーションジャンプ。ショートプログラムにはジャンプ系統のエレメンツを3回入れることになっておりまして、まずその一つがコンビネーションジャンプ、これは成功しました。上位に来るためにはもう一つはフリップジャンプでないといけませんね。そのフリップジャンプですがちょっとオーバーターンしましたね。はい、綺麗ですね、フライングキャメル。スピン系のエレメンツが3つ、そしてステップ系のエレメンツが2つ入ることになっております。スピン系のエレメンツは全てがあの回転数が決まってますので、それ以上回らなければいけませんね。はい、ステップシークエンスは1つ目はスパイラルを入れてきました。女性ではこのスパイラルシークエンスは必須ですね。はい、これは2回転半のアクセルジャンプ。はい、このアクセルジャンプも必ず一つは入れなければいけないわけですね。はい、レイバックスピン、あとエレメンツが残っておりますのはステップシークエンスとスピン系統のエレメンツです。これはストレートラインステップシークエンス、非常に音楽の曲層を捉えて滑りましたね。はい、左右の足を踏み替えてのコンビネーションスピン。演技時間は2分40秒以内ということで、演技時間は2分35秒でした。ウクライナのリアシェンコ。 From Ukraine, Elena Liashenko。 スローモーションでまずスケーティングを振り返ってみましょう。これは最初のコンビネーションジャンプです。3回転のルッツから2回転のトーループジャンプ。はい、
これがフリップジャンプ3回転です。2、3、ランディングでちょっとバランスを崩しました。まあ、あのショートプログラムは、減点競技ですから、はい、決められた要素をしっかりしなければちょっと高い得点は望めないんですね。これはフライングスピンでキャメルスピンですね。もう一つジャンプ系統はアクセルジャンプです。唯一前向きの踏み切りのジャンプです。はい、大きなミスはありませんでしたが、2つ目のジャンプのトリプルフリップのランディングでちょっと乱れましたので、果たしてどのくらいの減点がありますか。これはレイバックスピンです。これも規定の一つに入ってますね。はい、予選のフリーの演技では大きなミスはありませんでしたが、4位で通過してこのショートプログラムに臨んでいます。リクワイアドエレメント 5.2 から 5.3、だいたい得点が揃ってますね。続いてセカンドマーク、表現力です。プレゼンテーション最高が 5.6 が2人出まして、これまでのところ19人滑ってトップに立ちましたリアシェンコです。20番、ジェニファー・ロビンソンさん、カナダ。お願いします。ロビンソンカナダ、ジェニファー・ロビンソン。20人目の選手が登場しました。カナダのジェニファー・ロビンソンです。ソルトレークオリンピックでも非常にファンの人気の高かった一人です。ベスト10でフィニッシュしまして、7位というオリンピックの記録が残りました。街の風景という曲を使います。小川さん、コスチュームもそれから身のこなしも非常に上品な選手ですよね。そうですね、やはりフィギュアスケートはこの曲層に合った振り付け、はい、これをいかに滑り切るかですね。そしてその中に難度の高いジャンプを織り込むと高い得点が得られますね。はい、さあ最初のエレメンツ、これはうまくいきましたね。3回転のルッツから2回転のトーループのコンビネーションジャンプ。当然彼女も上位を狙ってますから、1つ目はルッツジャンプ、はい、2つ目はフリップジャンプを織り込んでくると思いますよ。ちょっとバランスが崩れましたか。まあ、着氷の時ちょっと足つきましたかね。はい、ジャンプのランディングでいわゆる両足着地ということになるとまた減点の対象になりますよね。はい、まあ、スケート の満点は 6.0 なんですが、はい、どうしても減点となるとですね、その選手、各選手のスケートの技術の点から減点ということになりますね。はい、スピン系統が2つ続きまして、フライングキックスピンからレイバックスピン。もう一つジャンプです。信じられませんね、前向きな踏み切りの2回転半のジャンプが1回半になりました。これは大きな減点になりますね。ダブルアクセルが飛べませんでした。コンビネーションで演技を締めくくりましたカナダのジェニファー・ロビンソン。ジャンプで一つ大きなミスがありました。そしてトリプルフリップでもちょっと着地バランスを崩しています。スローモーションでご覧いただきましょう。
これは最初のコンビネーションジャンプ、はい、これはうまくいったんですけどね。そうですね、はい、この後2つ目のジャンプを入れましたジェニファー・ロビンソンですが、これがちょっと不明瞭な着地をしましたね。あ、ちょっとフリーレグの、はい、トーがつきました。ただ今はですね、ジャッジ席の目の前に、はい、もう一回演技を見ることができるようなモニターがありますので、あの採点は確実な採点を受けると思いますね。なるほど、見逃してくれないわけですね、はい。さてこの後このダブルアクセルがどうしたんでしょうね。これ前向きの踏み切りですから、どうしてもあの例えば氷に傷があるとですね、はい、そういう影響を受けやすいんですね。あ、これはちょっと大きな減点になってしまいました。さあ得点です。あ、4点台が並んでしまいました。 4.1 から 4.5、 4.6、 ちょっとロビンソンにとっては信じられない演技になりましたね。そうですね、セカンドマークはまあ5点台が出ると思いますよ。さすがにプレゼンテーションは5点台が並びましたが、それでも 5.0 から 5.3 という得点になってしまいました。現在ランクは4位ということになっています。21番スザンナ・ポイキオさん、フィンランド。21番目の滑走者はフィンランドの代表です、スザンナ・ポイキオ。今年20歳になりました。この人は日本には初めてでしょうかね。そうですね、世界選手権もちろん初の登場となります。予選のフリーではいい演技を見せまして6位でこのショートプログラムに進んでいます。非常に歯切れの良いジャンプを飛ぶ印象がありますね。はい、さあ最初のジャンプです。そしてこの選手はあの通常左回りの回転の選手が多いところ右回りの回転軸を持ってますね。はい、あ、コンビネーションジャンプ失敗、ルッツジャンプでした。最初のジャンプで転倒しましてコンビネーションになりませんでした。プログラムの最初に3つのジャンプのエレメントを入れています。これが3つ目のジャンプです。これはうまく降りましたね、3回転のフリップジャンプ。はい、リアシェンコ、ロビンソンとともにこの3回転のフリップジャンプを失敗しましたが小池はうまく降りました。サメルのポジションも綺麗ですね。足が必ず腰の位置よりも上に上がってますね。はい、このキャメルスピンはフリーレッグの位置伸びやかなこのスピンでないといけないんですよね。そうですね、そして強いて言えばあのつま先ですね、はい、トーが上に向いてると綺麗に見えますね。ステップシークエンスはスパイラルです。バランスの美しさ、滑りの良さが採点の対象になります。プログラムのタイムはスピンコンビネーションで締めくくりましたフィンランドスザンナ・ポイキオです。それではこのポイキオのジャンプをスローモーションでご覧いただきましょう。
まずは2回半のアクセルジャンプ、これですね、はい、ちょっとトラブルがありました。ファーストジャンプで転倒しまして、ここはジャンプコンビネーションになりませんでした。この3つ目のジャンプは綺麗でしたね。綺麗でしたね、はい、綺麗に3回転を回って綺麗な姿勢でした。スケーティングもなかなかいい質のスケーティングという印象がありますが、いかがですか。そうですね、このスパイラルなんかもきちっと腰の位置よりも足が上がってました、はい、得点を見てみましょう。ジャンプコンビネーションが一つ抜けてしまいました。これがかなり大きな減点の対象になりますが、リクワイアードエレメントファーストマークが出ます。やはり4点台の得点になってしまいました。 4.4 から 4.8 という得点です。予選のフリー6位、そしてこのショートプログラムの結果によって最終のフリーの滑走順が決まってきます。セカンドマークは上がりまして5点台がずらっと並びました。順位点で3位をつけたジャッジもおりまして、現在4位というフィンランドのポイキオです。23番タチアナ・マリニナさん、ウズベキスタン。On the ice representing Uzbekistan, Tatiana Malinina. この第4グループには6人の選手が予定されておりましたが、ロシアのブッティルスカヤが体調不良ということで棄権いたしまして、23人目の選手が登場しました。ウズベキスタンのタチアナ・マリニナです。この人もオリンピックショートプログラムを終わった後体調を崩しまして、フリーは棄権してしまいました。まだ体調は 100% 回復していないというウズベキスタンのマリニナです。最初はトリプルルッツですけども、非常に見本となるジャンプ見れますよ。高いジャンプです。コンビネーションジャンプ、ジャンプとジャンプの間にちょっとスリーターンが入りましたね、はい、まあ、3回転のフリップジャンプ、前半にスピンコンビネーションを入れましたマリニナです。3回転のフリップジャンプは転倒しましたが、ダブルアクセルは綺麗に降りましたね。姿勢は美しいですね。一本の線のように回りますね、はい、ステップシークエンスです。最後に
レイバックスピンを入れましたアクセントをつけたウズベキスタンのマリニナ。From Uzbekistan, Tatiana Malinina.まだ体調が十分に回復していないというマリニナの演技ですが、この最初のジャンプは非常に高かったですね。そうですね、はい、少しフライつきましたけどそのまま飛べば成功だったんですけどね、スリーターンが入ると減点の対象になるんですね、はい、いわゆるコンビネーションジャンプではなくなってしまうんですね、はい、今のは3回転のフリップジャンプ、軸が歪んでいましたね。ああ、これ一つ失敗しますと 0.4最大 0.4 の減点ですからね、はい、当然転倒すると 0.4 減点されますね。したがって前半ちょっとこのジャンプのミスが大きく響きますね、はい、まあ、ただスピンあるいは表現力、はい、まあ、ジャンプもそうなんですけども、彼女の総合的なスケートの評価から減点されますので、6.0 から減点ではないんですね。なるほど。得点を見てみましょう。まずファーストマークです。リクワイアードエレメント 4.5 が3人、 4.8 が3人並んでいます。やはり4点台はどうしてもしょうがないでしょうかね。はい、そうですね、はい、2つの減点の要素がありましたからね、ジャンプが1つ転倒して抜けてしまいました。プレゼンテーションはしたがって当然高い得点になってきます。5.4 が 1,2,3 人洗いまして、現在のところランクは3位というマリニナです。24番ジェニファー・カークさん、アメリカ。ひときわスタンドからの声援が高くなります。アメリカの17歳ジェニファー・カークです。24人目の滑走になります。予選のフリーでも堂々とした演技を見せまして、4位でこのショートプログラムに入りました。この彼女の歯切れいいスケートですね、はい、そしてこの背中のピッとしたまっすぐな姿勢、おっと珍しいですね。練習でもほとんどこういうシーンは見かけたことがありませんでした。コンビネーションジャンプで転倒失敗です。これも失敗。やはり世界の舞台にはプレッシャーがあるんですね。そういうことなんでしょうかね。練習ではほとんどこういうシーンは見かけなかった17歳のジェニファー・カーク。当然我々アメリカ代表として出てきますとですね、本番に強いというイメージがありますからね、はい、はい。確かに予選のフリーでは本当に堂々とした演技を見せてくれたんですよね、はい。まあ、でもまだ17歳ですからね、これからの選手ですね、小さい頃は体操をやっていたというジェニファー・カーク。9歳からスケートを始めたということですから、本当に急速に伸びて、まあ、世界的なこのレベルに達してきたということですよね、はい。これはうまく決まりました。2回半のアクセルジャンプ。スパイラルに続いて2つ目のステップシークエンスです。
元気いっぱいの動きで予選のフリーでは素晴らしい演技を見せてくれましたジェニファー・カークですが、さすがにショートプログラム緊張感があったんでしょうか、前半のジャンプで大きな失敗が出てしまいました。演技が終わった後、信じられないわという顔をしていましたジェニファー・カークですが、スローモーションでご覧いただきます。最初のジャンプのルッツのコンビネーションでしたね、はい、そしてフリップ、あ、これも飛び上がるときにもすでに体勢に無理がありましたか。そうですね、少し軸が、うん、斜めになってましたね、はい、キッス&クライに戻ってきても何が起こったのか本当に信じられないという顔をしていますが、4点台を下回りまして 3.6、3.9 というポイントも出てしまいました。最高が 4.3、まあ、まだアメリカでは5番手の選手ですから。そうですね、はいはい、さあそしてセカンドマークは5点台が並びましたが、4.7 から5.3という得点で現在23人が終わって9位というアメリカのカークです。ここまで23人が滑り終わりました女子シングルのショートプログラムです。トップはご覧のようにウクライナのリアシェンコ、そして2位にロシアのボリシコワですね、そしてウズベキスタンのマリニナ、イタリアのフォンタナ、そして5位に、スロバキアのバビアコワがつけています。さあいよいよこの後は日本勢も登場してまいります最終グループの演技が始まります。スグリ・フミエが登場いたします。女子シングルショートプログラム最終組の演技が始まります。このグループの最初に登場したのはハンガリーのユリア・セベスチェン、予選のフリーでは第3位、もうすっかりこのメロディーもおなじみになりましたアランフェス協奏曲。スムーズなスケーティングとジャンプの高さがこの人の大きな魅力の一つです。そして基本に忠実なジャンプが見れますよ、はい、まずフリップジャンプ、鮮やかなジャンプです。一つ課題はこの次にあるジャンプコンビネーションです。お手本のようなトリプルルッツが見えると思いますよ。あ、これはどうしたことでしょうか。今トウをつくジャンプなんですがね、トウをついたときトウは滑りましたね。あ、ですから高さが通常よりも出ませんでした、はい、ジャンプコンビネーション大きな失敗が出ましたセベスチェン。この前のグループでもジャンプの失敗が相次いだんですが、このグループの最初の演技者セベスチェン大きなミスが出ました。これはうまく決まりましたね、はい、ダブルアクセルジャンプ。歯切れがいいフライングスピンです。気持ちを立て直して後半終盤の滑りに入っていきますセベスチェン。ステップはなかなか軽快ですね。そうですね、非常に難しい足さばきしてるんですけど、まず素晴らしいですね、はい、スピン。終盤はさすがに滑りのいい演技を見せましたハンガリーのユリア・セベスチェン。前半のジャンプの転倒が本当に惜しまれます。ジャンプには定評のあるセベスチェン、
3回転のフリップジャンプ。これがルッツジャンプなんですが、はい、同じ足で同じ塔をついて飛ぶジャンプですけども、飛ぶ前のカーブが違うんですね。なるほど。体の外側についてるエッジを使うジャンプと内側についてるエッジジャンプの違いです。はい。ジャンプコンビネーションを一つ失敗してしまいまして、大きな減点の対象になってしまいました。さすがに終盤の滑りは非常にいい滑りを見せましたね。はい。思ってもみなかったジャンプの転倒がありました。セベスチェンのファーストマークです。 4.8、4.6 というちょっと低い評価になってしまいました。最高が 5.2 です。 5.2 が2人というファーストマーク。当然セカンドマークは上がると思いますが、ソルトレークオリンピック8位の実績がありますので、相当この大会は高い目標があると思います。セカンドマークは上がりました。 5.6 まで出ていますが、6位というジャッジの評価もあります。しかし現在のところランクは2位です。26番スムリフミエさん日本。大きな拍手で迎えます。日本のスムリフミエ、予選のフリーで2位。この位置ですと当然表彰台、メダルの期待がかかってまいりますが、非常にウエイトの高いこのショートプログラムをどういうふうに滑りますか。問題は最初のコンビネーションジャンプ。ならばもうこのメロディーは耳に残っていると思います。アベマリア。さあコンビネーションジャンプ、飛べ、決まった。素晴らしいトリプルルッツからダブルトーループのコンビネーションジャンプ。スタート上々のスタートを切りましたスグリ。さあ次も回転のフリップジャンプきますよ。これも降りた。前半大きな2つのジャンプを見事にクリアしました。このレイバックスピンも速度は速い。こうした一つ一つの手の動き、足の運びにも芸術性を加えて心境著しいスグリです。デスドロップスピン、各選手がフライングキャメルを行う中で非常に評価されますよ。スパイラルステップシーフェンス。滑ります。もう一つジャンプ、3つのジャンプは完璧ですね。ここまでノーミステイクで滑ったスケーターはほとんどいませんでした。サーキュラーステップシークエンス。そしてエンディングに向かいます。この表情をご覧ください。パーフェクトに滑りました。非常に難しいショートプログラム、プレッシャーがかかるこの大きな舞台でノーミステイクで滑りました。さあ小川さん、はい、スローモーションで見てみましょう。3回転のルッツから2回転のダブルトーループ、
高さといい流れといい非常に質の高い技術でした、はい、2つ目はフリップジャンプ1、2、3回転ここまでほとんどの選手が失敗していたトリプルフリップですが見事に降りました全くふらつく場面が一つもありませんでしたよありませんでしたね、はい、そして非常に流れの美しいスピンからスパイラル最後のステップも非常に足さばきが軽やかでしたよね、はい、ここまでミステイクが多かっただけにこのスグリのノーミステイクの演技は非常に評価が高くなると思いますいや見事にやってのけたこの表情出来栄えが分かりますThe mark please for Fumie Suguri Marks for required elements さあ得点を見てみましょう 5.7 が3つ5.3 という得点もありますがこの時はちょっと全体にポイントが低いんですが 5.7 が3人です 5.3 は厳しいですねこれは厳しいですね、はい、ノーミステイクの演技だったんですが 5.3 はちょっと厳しすぎるんじゃないでしょうかそしてセカンドマークです当然のことながら 5.8 が入りました25番目の演技を行いましたスグリ文句なくトップに立ちましたFive, seven, five, seven. 大歓声でまたリンクに迎えられますアメリカのクアンオリンピックは悔しい3位でした当然この長野の世界選手権はゴールドメダルを狙っての登場です予選のフリーでは当然のことながらトップで通過していますやはりクワンといえども世界大会となればプレッシャーはあると思いますよはい世界選手権3年連続5回目のチャンピオンの座を狙いますラフマニノフのピアノ協奏曲をセレクションして使っていますスタートのコンビネーションあ、乱れた連続のコンビネーションにはなりませんでしたジャンプシークエンスになりましたウォームアップの時からちょっと不安が残っていたクアンこれも、これはうまく決まりました前向き踏み切りのアクセルジャンプ2回転半ですこのレイバックスピンはこの人の美しさをものの見事に表現していますステップですこの後にもう思い出したくもないというオリンピックでバランスを崩したトリプルフリップが入っていますクリアしましたシークエンスはですね、はい、左側のカーブ同じ足で左側のカーブそれから右側のカーブを描きましたこれは非常に難しいんですよ、
ネーションで演技を締めくくりましたアメリカのミシェル・クワン。笑顔が見えますが気持ちの中ではどうでしょうか。アメリカの国旗が振られています。長野の M ウェーブ、スローモーションでご覧いただきます。これがちょっと着地に問題があったジャンプでしたね。そうでしたね。減点の対象の一つですね。はい、直前に滑ったスグリがパーフェクトに滑っているだけにちょっと評価はきつくなると思いますが、その後は見事な流れを作りました。まあ、彼女はジャンプだけでなくスケーティング、はい、あるいはスピンの回転の速さ、総合的なスケートの質としては非常に高い評価を得てますので、そこからの減点になりますから、はい、6点近い持ち点の中からの減点ですね。注目のファーストマークです。あ、やはり相当低く抑えられましたね。という声がスタンドから起こっていますが、 5.2 から押しなべて 5.3。 いや、これは仕方ありませんね。厳しく採点されるとコンマ4引かれてしまうんですね。なるほど。つまりジャンプコンビネーションが全てもうカットされてしまったということになるんですね。そうですね。さすがにセカンドマークは 5.9 も含めて高い評価が出ましたが、これでスグリがまだトップです。このショートプログラムでもスグリがトップ、そしてクワンが2位。ショートプログラムの成績で現在の総合順位が決まっています。28番恩田芳恵さん日本。スグリが本当に素晴らしい演技を見せてくれました。当然この恩田にも期待がかかります。予選のフリーでは見事な滑りを見せまして3位で通過しました。まあ、3回転のルッツジャンプにちょっと失敗がありまして、思ったような演技ではなかったんですが、それでも総合点でかなり高い評価を得まして、予選のフリーでは3位。問題はこのショートプログラムです。やはり小川さん、このショートプログラムは一つ一つのエレメントを正確にこなさなければいけないというプレッシャーがありますから難しいんですね。それと同時に上位に行くためには難度の高いジャンプを織り込まなければいけない、これが難しい競技なんですね。はい、さあコンビネーションジャンプ、高いジャンプです。トリプルルッツからダブルトーループのコンビネーションジャンプ、高く飛び上がってから旋回します。このスグリ独特の、失礼、ホンダ独特のジャンプです。これも決めました。トリプルフリップジャンプ、レイバックスピンもスピードがあります。スピンも速いですね。中盤もスピードが衰えません。ドランボーンのリズムに乗ってステップを踏んでいきます。一つこのジャンプが飛べればパーフェクト。今度決まった、高いアクセルジャンプを決めました。
常にコンビネーションスピンも早いですよ。早いですね。見事です。さあやりました、2分39秒スピードが全く衰えませんでした。オンダヨシエの見事なショートプログラムです。スローモーションでスピードになった素晴らしい演技を振り返ってみましょう。最初のコンビネーションルッツから3回転のそれから2回転のトーループコンビネーション、はい、ランディングが本当に安定してましたね今日のジャンプは。はい、そして3回転のフリップジャンプ、はい、今日は本当本当にスピードに乗ってましたね。そうですね、動きも非常に良かったですよ、体の歯切れが非常にいい演技でしたね。いやー、こぼれるような笑顔でキスアンドクライに戻ってきましたが 5.6 5.5 が 1,2,3,4,5,6 そして 5.6 が2人、これは見事な技術点ですね。素晴らしいですね。そしてセカンドマークプレゼンテーションはやや下がりましたが、これで第3位です。このショートプログラムでもスグリ、クワン、オンダと、トップ3です。総合ランク3位につけましたオンダヨシエです。本当に終わってほっとしました、はい、今日は最初のジャンプが決まっていけると思ったんじゃないですか。そうですね、一番昨日ルッツやっぱり失敗して、で、まあ、ルッツとん今日のルッツショート飛んだ時にあもうこれでほっとしひと、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、頑張ります。メダル表彰台ということになりますと伏兵中の伏兵と言ってもいいでしょう。アメリカのサーシャ・コーエン、当然メダルは狙っていきたいと言っていました。このショートプログラムでは3位以内に入りたいという17歳のアメリカのコーエン、どうしたらもうメダルを取るためには、はい、2日目今日ですね、3位以内に入らなければなりませんね。そうですね、この公演の後最後はロシアのスルツカヤが最後に残っていますが、まず公演です。スムリ、クワン、オンダとベスト3が今決まっています。最初のジャンプコンビネーション、トリプルルッツからダブルトーループのコンビネーション、安定してましたね。いとも簡単にこの人はジャンプを飛ぶという印象がありますね。そうですね、非常に空中での姿勢がいいんでよく回ります。今軸が空中で曲がってましたけどよく抑えましたね。そうですね、バネの良さを感じます。一つの彼女の持ち味、スパイラルシークエンスですね。はい、見てください、この自分の腰よりも足があんなに上がってしまうんです。このスパイラルはクワンにも勝るとも劣らない見事なバランスを見せています。工夫してますね、3つの違うポジションを取りましたね。はい、そしてレイバックスピン、この体の柔らかさ、バランス崩した。いや、もったいない。
ステーク間違いなしと思われたコーエン。このバレージャンプ。会場からこの拍手です。17歳アメリカのサーシャ・コーエン、初めて出場したソルトレークシティオリンピック、いきなり4位という成績を持ってこの世界選手権に行きました。実力をこの長野でも見せましたサーシャ・コーエンですが、ほんのわずかミスが出ました。さあスローモーションでご覧いただきましょう。綺麗な空中での姿勢ですね、はい、軸がまっすぐしてました。3回転ルッツから2回転トーループ、これですね、バランスがいいですね。これが問題の、いやどうしたんでしょうね。ジャンプでミスが出たサーシャ・コーエンのまず技術点ですが、あ 5.0 が2人です。最高 5.4、 2人 5.4 がいますが、やはりダブルアクセルジャンプ転倒が大きく響きました。そしてセカンドマークはこの人は当然上がってくると思いますが、さすがに 5.8 もあります。 5.7 が 1,2,3 4人入っていますが、現在のところ第4位、そしてこのショートプログラムだけの成績でもコーエンは4位ということになりました。スグリが現在まだトップです。オンダが3位につけています。30番イリーナ・スルツカヤさん、ロシア。29人目、最後の滑走者はロシアのイリナ・スルツカヤ。この人の出来いかんでこのショートプログラム終わったところでの最終成績が出ますが、現在スグリ、クアン、オンダという上位3人の成績です。メダル表彰台を狙うためには小川さん、どうしてもこのショートプログラム終わって3位以内という、条件が最初につきましたが、このスルツカヤの出来いかんですね。そうですね、当然ミスなくすれば、はい、その位置は確保できますね。セレナーデの曲に乗ってショートプログラム、さあコンビネーションジャンプ、ジャンプで、いや安定してましたね。セカンドジャンプにループジャンプを使いましたね、はい、今までこのセカンドジャンプにループジャンプを入れた選手はいませんでした。これも軽々と飛びました。ダブルアクセルジャンプ、3つのジャンプすべてこなしました。3回転のフリップでした、はい、そしてお得意のレイバックスピンは持ってますね。回転も普通見せるあのビールマンじゃなかったですね、はい、レイバックはレイバックのポジションをしなければいけませんからね、はい、ストレートラインステップを片足で踏んでますよ。そうですね、これは一つの凝ったプログラムですよ。ワンフットですね、はい、フラインキャメルも足を上げたポジションで8回転、はい、この
スパイラルも非常にスピードがあります。これですね、ビールマンスピン、はい、左足でビールマンスピン、今度は右足でビールマンスピン、足を踏み替えてのビールマンスピンで締めくくりました。イリナ・スルツカヤ、素晴らしい出来でした。スローモーションでもう一度ご覧いただきますが、まあ、よどみのない素晴らしい演技でしたね。トリプルルッツからダブルループ、はい、先ほどおっしゃったようにセカンドジャンプをループジャンプにしてきました、はい、これがレイバックスピンですね、これ以上足を上げると実は減点の対象になるんですね。なるほど。片足で踏んだストレートラインステップ、いやこれは本当にバランスが難しそうですね。はい、オリンピック涙の悔し涙の銀メダル、その悔しさを払拭できるでしょうか。 5.9 が1、2、3、2、4人、もうこれ以上の得点は出ないというリクワイアードエレメント、もう彼女ももう満足げですね、はい、もう靴脱いでますからね。そうですね。いやこれほど穏やかなキスアンドクライの表情を見たことがありません。 6.0 フルマークがつきました。スルツカヤも驚いています。 6.0 が2人、これは素晴らしい。いや本当に拍手を送りたいですね。ショートプログラムでも堂々とランク1位、いよいよ世界選手権初の女王の座を目指してフリーを迎えることになりました、ロシアのイリナ・スルツカヤです。ショートプログラムを終わったところでの順位をご覧いただきます。スルツカヤ、スグリ、クアン、オンダ、そしてサーシャ・コーエン、リアシェンコと続いています。日本の選手がスグリが2位に入ってファイナルを迎えることになりました。これはしかし表彰台相当可能性が高くなったんじゃないですか。いや高いと思いますよ、ね、えこの順位点だけ見るとですね、最終日もし1位のフリーをスグリ選手すれば、はい、そのままの順位がつきますので、そうですね、優勝の可能性もありますからね。なるほど。スルツカヤ持ち点が、1ですね、スグリが2点、そしてクアンが 2.2、 オンダも 3.6 という持ち点で4位に入っています。さあ本当に女子のこのフリーが楽しみになってまいりました。さてこの後はアイスダンスのチャンピオンが決まります。アイスダンスのフリーをご覧いただくことにいたします。